皆さんこんにちは。こんにちは。ブラックシップスアスリートのバルクセイです。ブラックシップスリフターのジーネショーです。アルペディーム青山道場所属元中央大学ジュニアリーグの紀藤です。ブラックシップスリフターの穴脇沖野です。コーチの平岡です。はい、本日は第28回目のプロに教わるウェイトリフティングということで、本日のブラックコーチに行っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。突然なんですけども、この企画あと3回で終わります。一応半年以上、続いてきてもう第28回で、ちょっと切りよく30回で1回お休みして、またあの次の企画もちょっと考えているので、今日含めてあと3回かで、ショーマがちょうど試合がね、ブロック大会っていうのがあるので、そこの、一周手前で終わりという感じで、そこでちょっとマックスを、ね、測ろうかと。はい。で、それに向けての練習ではないんですけど、常に、ね、練習はしているので、また強化練習という感じでやっていきたいと思います。で、ショーマーについては、その試合の前の週なので、マックスというか、スタート重量だけを測っていく。他の方についてはもう死ぬほど頑張って飛び込んでもらいたいと思っているので、それにつながるように今日も頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のトレーニングテーマは一応クリーンで、キャッチした瞬間の姿勢と、その強さを作っていきたいなと思います。で、クリーンのキャッチ、もちろん重たくなってくるとローキャッチ、ロークリーンにで潜っていくんですけど、正直一番フルボトムのところでキャッチすると本当に危ないですね。ニータッチとかもう普通に落下の幅が大きいので、上背が曲げて前に落としてしまうということがあるので、正直クリーンの、ロークリーンでもキャッチはちょっとハーフぐらいでキャッチするのが理想だと思いますね。ハーフからもう少し下がってもいいんですけど、ベタ座りでキャッチっていうのは本当に危ないので、その手前で一回キャッチして、耐えてからストンって腰を落とすというクリーンがを目指して、今日は作っていきたいと思います。で、最初にフロントスクワットのハーフ、あ、ごめんなさい、フロントのハーフスクワットを、2回やってから、立ち上がってディップという、メニューでいきたいんですけど、フロントスクワットもやっぱり多分一番下までストンっていくの慣れてると思うんですけど、途中で止まるっていうところで止まるとすごく苦しいですね。多分やったことあんまないと思うんですけど、その苦しい場面をしっかりフロントスクワットで、体に叩き込んでおく。本当に力入りにくくて前にこう取られそうな場面になるんですけど、そこをしっかり頑張って切り返して、ディップにつなげていくという形でやりたいと思います。で、今日はテイ君に、バイオレンス君にちょっと見本の方をお願いしたいと思うので、はい、さあ、頑張りましょう。よし、よし、じゃあ担いでもらって、はい、肘の高さとか顎とか背中の形ですね、しっかりキープしてハーフまで座りますね。はい、下まで行かずに途中で止めますと、その時に姿勢崩れないように、切り返しの時に胸が落ちないように、ちょっとゆっくりいこう。OK。もう一回いこう、もう一回。そうそうそう、もう一回いこう。OK、この辺ですね。で、その後にディップいきましょう。こんな感じですね。で、今、4回やってもらったんだけど、はい、ちょっと分かりやすく見せるためにやったんだけど、しっかりこの切り返しですよね。早く切り返しちゃうと多分中途半端なんで、こうお尻から上がっちゃうので、そこを、ゆっくり一回止めるぐらいの感じなので、はい、やってみましょう。はい、
伸ばして、膝曲げて、まあ、伸ばしてピタッと止めるような、あ、止まってシャフトがちょっとだけ上がる、そんな感じで、はい、ざっす。狭くしても指に引っ掛けるだけでいいから、はい、このぐらいしっかり肘上げて、でやっぱこっちの方で、はい、つってあげたい、つって、あ、こうやって前で耐えようとすると絶対丸くなる、はい、肘上げても胸張って、はい、でこの形のキープ、もう本当背中、わかりました、行きましょう、はい、よし、出す、行き過ぎ、サポート手前、出す。ちょっと弱いところだね。止まれないですね。止まれないんだね。止まらないってことが分かりました。もうストリングス伸ばしていこう。はい、分かりました。まずいな。はい、じゃあ次なんですけども、フロントラックホールドで、まあ、5秒キープして下ろしてっていうのをやります。まあ、前回、邪悪の差しの時に、まあ、やったんですかね、やったんですけど、まあ、今回もやりましょう。で今回は、まあ、クリーンの、まあ、キャッチの瞬間に、まあ、あの姿勢がこう持ってかれないように、まあ、今やったフロントスクワットもそうですけど、フロントで膝曲げた状態ですね。ちょっと腰落としたところで、上半身がこう角度を前に持ってかれないようにしながらゆっくり立ち上がると。でここでキープしましょう。で、まあ、ポイントは重さですね。かなりの重さで、まあ、こなせるので、まあ、ガツンと重量かかった時に体幹部が負けないように、とりあえずめちゃくちゃ重い重さを体に刻み込んでおきましょう。で、それをやった上で次あのロークリーンに移行していきます。で重さ的には、クリーンの、まあ、正直にもう 1.5 倍ぐらいはいけると思うので、まあ、100キロの人はもう150キロとかで、できると思うので、まあ、そのぐらいの重さをもうまず叩き込んでおいてという感じでやっていきます。ちょっとじゃあテイク、はい、ちょっと見本をお願いします。クリーン、いつもクリーンのクリーンで、あの、まあ、前回も言ったかもしれないですけど、ラックの高さをまあ普段より2段ぐらい下げて、そう、より上がった状態。
さっきのハーフほどじゃないけどちょっと上ぐらいですね、膝の角度的には。結構苦しい場面になりました。ここから立ち上がります。立ち上がったらここで5秒と1、2、3、4、5で下ろしてあげます。これをそのまま連続であと2回トータル3回で3回やって1セットを、まあ、3セットやりましょう。でちょっと注意したいのが、ちょっとじゃあもう一回やってもらっていいですか。注意したいのは担ぎ上げて、まあ、5秒経って下ろすときです。結構な確率でこのシャフトを外すので、あの補助の人は後ろからちょっと押してあげながらラックに戻してあげます。ちょっとこう誘導する感じでやってみるといいと思います。かなりあの片方だけ外してこう危なくなった場面があるので、そこだけ注意してお願いします。はい。1、2、3、4、5、ずるいな、ずるいな、それちょっと
ですよ。ノーガンですよ。ノーガンです。どこ200ですか200。え ?200 円ですか ?180 じゃないですか200。え ?210 円。あ、本当だ、緑2個だ。何が違うんですか何が違うんですか210。200です。行こう。いやそうだ。1回やってから、1回じゃんという感じでいきます。いいか。はい。やるぞ。はい。で今、2種目ちゃ、やったので刺激入っているので、今日のテーマとしてはキャッチのポイントですね。ハーフぐらい、もしくはもう少し下で一回受け止めてからストンと落とすっていう感じのクリーンが一番理想的だし一番安全ですね。正直、ぐちゃって座った後にドーンと落ちてくるようなクリーンっていうのはもう一番やっちゃいけない。もうそこ、まあもちろんギリギリの重量になるとそういう場面も出てくるとは思うんですけど、まあ、やっぱ必死に飛び込まなきゃいけないんで。ただそういうクリーンになった後にさらに重さを上げるっていうのもありえないので、もうそうなったらもうそこまでですね。それよりもしっかり、途中でキャッチして、もうどんなに低くていいので途中でキャッチして、座るというクリーンをしっかり目指していきましょう。いいか。はい。よし、じゃあちょっと見せる、ちょっと見せますね。必ず途中でキャッチします。こんな感じで、やってみましょう。ぐちゃっていくのじゃなくて、必ず途中で止めます。であるいはもうキャッチしながらゆっくり減速させて下ろすと、座るという感じでお願いします。お願いします。
腹でもう抑えてから座った方がいいかな。ハーフの意識のハーフの意識のところ、ローじゃなくてもうハーフで抑えて、まあ、ちょっとこうショートするぐらいに。あとまあ最初やったフルノスカットみたいにちょっともう切り返せるところでパッと切り返しちゃった、はい、その動きで重くしていく感じで、重くしていけばやっぱね低くなってくるから、うん、でもなるべく途中でこうキャッチして切り返せるときに切り返していく。マッチ、うん、よし、オーケー。
よっしゃいやーな、うん、うんって感じですね。うんって感じ。でもなんか90と100がやっぱ同じぐらい曲がってるから、あ、本当はまあ100で、まあ、こんぐらいに曲がりが抑えれるんだったら90はもっとこう立ってた方がいいと思うけど、90、100とずっと同じこう、はいね、姿勢悪いので、うん、だからやっぱ根本的にやっぱしっかりこの胸郭の柔軟性しっかり出してですか、曲がり癖がもついてる。そうですね、そこもきっちりやっていかないので、はい、あとはもうずっとその意識、負けない意識で、ここを続ける、はい。いきます。もう失敗してもラストで、はい、もう本当にラストいきます、うん、しゃしゃよし、ダメだ、すいません、 OK、 すいませんでした。大丈夫、ダメだ、うん、確かなんだ。出直します。脚本全部カットでお願いします。全カットで無駄があったことにしてください。脚本はなかったことでお願いします。最後の100決まったやつで締めましょう。あーダメか、そうね、まあやっぱり基礎が大事っすね。いくらねチャレンジしてもダメなもんはダメだ。うん、もう一回もそのずっと崩れてるから、うん、奇跡のね一回取ったとしても別にそれは全然意味ないから、うん、もう明らかに弱いと。よし、じゃあまた頑張っていこう。はい、はい、締めます。はい、最後ですね、バックスクワットを5回5セットやりましょう。で 70% 以上なんですけど、そこはもうパーセンテージ気にせず5回、しっかりなんですかね、追い込める重量でやります。でもちろん姿勢も大事ですし、しっかり補助ついてもらってやりましょう。で今日のメニュー的には、そんなになんですかね、腰、足腰への負担っていうのは僕の中では少ない方、ボックスも使ってるし、最初のスクワットも、まあ、そんなに負担もないし、なので、まあ、今日の何ですかね、頑張りどころ、まあ、もちろん C でも頑張りどころなんですけど、まあ、バックスクワットでも全て出し切って終わるという感じで、やっていきましょう。はい、ということで本日も平コーチに自宅について教わりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。まあ、まあ残り2回ということでね、ちょっとその最終のマックス意識した、まあ、練習にはなるんですけども、まあ、まあ週1回のねこの練習会だけじゃなくて本当に普段の積み重ねの方が正直大事なので、はい、まあ、各それぞれ課題がかなり明確にあるので、もうテイク、まあ、特にテイクね、はい、うん、もう足、もうあと100キロスカッともおすすめに、はい、で勝負はちょっと腰の影響でね、やっぱその膝とかもにも影響あるし、ちょっとかなり慎重にいかないね、大事な時期だからね、4月のね、プロ大会に向けて、まあ
まあ、ストレングス強化は正直もう本当にしなきゃならない。テクニックはもう一旦置いといてもいいし、体作り、まあでもほぼそうだよね。どのレベルになっても正直基礎が一番大事だし、基礎しかやんない、まあ、人もいるしっていうことなので、まあ、昭和怪我せずに、アスカは、ね、もっと耳を、ね、しっかりと耳気につく立派な耳です。ちょっと土俵は違うけど、このウェイトリフティングがね、かなり活かせると思うので、うん、また現役時代ぐらいにこう戻すような勢いで練習しておきます。で、やっぱ一番世界に近い男、アナーキーの大きな様子、はい本当にいいリフティングを毎回やってくれて、高重量もね、扱ってるし、正直普段の教室でもめっちゃあれなんですよ、なんていうんですか、妥協せずやってくれる、パーセンテージもセット数も、なのですごい心配ですすごい体が心配なので、貯金額も心貯金額も貯金額は多分いっぱいあると思うんですけど、ないですよ、心配しないですけど、そのまあ怪我、まあ、みんなそうですけどね、まあ、リスクと隣り合わせなので、まあ、うまく相談しながら、はいはい、伸ばしていきましょう。はい、じゃあ、あと残り2回ですけど、また頑張っていきましょう。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。